攻略ミクロ経済学、ちょっと44回目を、始めていきます。こちらの方を用意してください。今日は、共謀の、計算問題について、やっていくことにします。テキストでは、269ページから270ページのところに、出題されています。共謀もしくは、カルテル、協調などというような形で出る場合があるんですけども、本文では、カルテルを結んだ時という形で出ています。これは、共謀だとか協調してとか、こんな言葉でも、出る場合もあります。要はですね、伏線という2つの企業があった場合に、通常競争し合うような場合です。例えば、吉野家と松屋がという牛丼が両方あったら、両方多分競争しちゃいますよね。ただしこの2つの牛丼屋さんが、協調した場合、共謀した場合は、もっとその利益を高くすることができるというのを、皆さん方はそのゲーム理論のところで学習したんですけれども、それと同じようなイメージを持ってください。要はカルテルを結んだ時の方が、このクールノーの場合よりも、多く利潤を出すことができる。でその利潤はどれくらい、大きくなるのかというですね、こうした、典型的な問題になっています。で、カルテル、共謀協調、どういった言葉でもいいんですけれども、これはね、これ単独で出ることっていうのはあまりないんですよね。なぜかというと非常に簡単だから。で、単独で出た場合はもうちょっとラッキーと思ってください。で、利潤はどれくらいなのかっていうふうにも出ていますから、ここはね、皆さん方は、試験前にでもいいですから、生産量はいくらかといったらこうやって解くんだ、価格はいくらですかと聞かれたらこう解くんだ、利潤は いくらですかと聞かれたらこうやって解くんだというですね、それぞれの、解き方を確認しておいてください。で、何を置いてもまず生産量が先ですから、生産量を解いてこの両者をどうやって紐解くのかっていうことを、確認をしていくという作業になってください。それでは早速ですね、このカルテルの、計算問題から始めていきます。カルテルの、場合、計算手法、必勝パターンとしては、一つにまとめて傾き2倍、一つにまとめて、傾き2倍というですね、大体これが、必勝パターンだと思ってください。それではちょっとやっていきましょう。計算です。まず、需要曲線が、このような形で描かれています。ここから整理をしていってみましょう。P イコール、130-5括弧X1 プラス X2 という形で書かれています。で、ここで、それぞれ企業1、企業2の生産量が X1、X2 という形でこのように分かれているんだけれども、この共謀するっていうことは、例えば、ここで吉野家と松屋がもう共謀するっていうのは、1社として利益を最大化させようというこういった作業なんですね。だから、ここを1個の会社にしちゃうんです。で、大文字の X というふうにしちゃいましょう。1個の会社だから。そうすると、P イコール130-5X というこんな形になります。いいですね。1個にまとめて傾き2倍、これが限界収入曲線を求める手法になります。 130-10X、これが、限界収入曲線ということになります。いいですね。こんな形で、共謀の場合、要するにカルテルの場合では、限界収入曲線を出すということになります。で、限界費用はというと、ここに、C イコール 10X というふうに出てますので、 C イコール、10X ですね。で、これを限界費用にしますから、これを微分してください。微分指数すると MC イコール10ということになります。ですから、ここで限界費用と限界収入をイコールにさせればいいので、ここで MC イコール MR
として、収入、生産量を、出すことができるというわけですね。ここでやっていきましょう。10イコール、130マイナス 10X という形で出ています。ですから X イコール12です。生産量がまず求められます。いいですね。生産量が12で、次に価格を求めます。価格はというと、どこに出せばいいのかというと、価格っていうのはこの需要曲線に代入すればいいわけですね。ですから、P イコール、130マイナス 5X なので、X イコール 10X が、ですね、ここで12という形で出ていますので、12を代入して、P イコール70が出ます。これで価格を求めるということです。次に利潤です。利潤はというとですね、ちょっと厄介かもしれませんけども、利潤というのは、収入、収入マイナス、費用です。すみません。収入マイナス、費用ですので、収入というのは1個の値段かける生産量です。費用はというと、この問題であるように、C イコール 10X という形で出ています。ですからここにそのまま、代入してやってみてください。1個の値段かける、1個の値段かける生産量は12ですので12、費用は 10X ですので 10× 生産量12ですね。こんな形です。ですから、これを計算して利潤が720という形で出ます。こんな形で、出るということですね。で、次にこれが、共謀の場合、いわゆるカルテルの場合の、これは利潤ということになります。次にカルテルを結んだ時とできてですね、ここで次にクールノーの時というふうにもう一つまた計算をしなければならない。結構めんどくさいけども、ちょっとやっていきましょうか。次にクールノーの場合です。クールノーの場合も合わせて計算していきましょう。これはもう皆さんが得意のものですので、さっさとやっていきましょうね。 130-5(x1+x2) です。この形で、クールノーの場合の、計算を出していきます。まず、括弧を外していきます。 P イコール 130-5x1-5x2 です。で、クールノーの場合の鉄則ちょっと思い出してくださいね。クールノーの場合の鉄則は、相手を固定して自分は傾き2倍、相手を固定して自分は傾き2倍というのが、鉄則でした。これを忘れないように、計算をしていきます。まず、企業1、企業2、それぞれちょっと用意をしていきましょう。 P イコール、130-5x1-5x2、P イコール 130-5x1-5x2、 必勝パターンは相手を固定、自分は傾き2倍。これが鉄則、必勝パターンですので、それぞれ企業1、企業2の、この、直面している需要曲線から、限界収入曲線を出していきます。限界収入曲線を出していきます。限界収入曲線は相手を固定し自分は傾き2倍。企業1にとって相手はこれです。ですからこれを固定して、つまり動かさないで自分は傾き2倍。ですから限界収入曲線は 130 マイナス自分は傾き2倍、相手は固定するマイナス 5x2 ですね。こんな形、で、限界収入曲線を出します。次に企業2です。企業2にとって
で相手はこちらです。相手を固定して自分は傾き2倍ですから、企業2の限界収入曲線は 130-5x1 マイナス 10x2 です。いいですね。自分は傾き2倍ですから相手を固定します。こんな形でそれぞれ x1、x2 と、それぞれですね、企業1、企業1の、限界収入曲線を出していきます。そして、次に限界収入曲線を出して、限界費用ですから、限界費用は先ほど見たように限界費用は MC イコール10でした。限界費用は MC イコール10でした。先ほどもすでに出しています。MC イコール MR でここで、計算をしていくという、こういった作業ですね。 MC イコール MR になるので10イコール、130マイナス 10x1 マイナス 5x2 こちらも MC イコール MR より、10イコール、130マイナス、5x1 マイナス 10x2 という形で、このようにそれぞれ MC イコール MR を持ってくる。これを整理して 10x1 プラス 5x2 イコール120です。これを整理して 5x1 プラス 10x2 イコール120という、それぞれの、ここで反応曲線を出していきます。でここで X1、X2 という形で、それぞれ、出ているので、この連立方程式を解いて、おしまいということですね。この2つの、連立方程式を解いて X1 イコール8、X2 イコール8というのが、出てくるということですね。でちょっとこうクールノーを、何度も計算してると、なんかちょっと反応曲線がどんな形になるのかとか、答えがどんな形になるのかっていうのが、なんかこう法則があるような気がしますよね。ここはちょっとポイントなんですけども、ちょっとやっていくうちに自分なりにですね、必勝法を思い出してください。で試験をやってる時にこうやって、あ、これ合ってるな、これ間違ってるなって、だんだんこうちょっと分かってくるようになってくるじゃないですか。でそれもまたポイントなんですね。で、ここで生産量を出して、次に価格です。価格は、需要曲線に代入するんですね。ですから、130マイナス、ここで5括弧 x1 プラス x2 が、これがあれなので88ですよね。88を代入します。5括弧、8足す8、こんな形です。ですから、ここで価格は50という形になります。こんな形で、次に利潤です。利潤は先ほど言ったように、収入、マイナス費用です。収入マイナス費用で、収入は、1個の値段かける、生産量です。費用は、10x でした。こんな形ですね。これに当てはめればいいので、1個の値段が50円かける、生産量は8個と8個でした。引く、10過去、x というのは、8個と8個でした。こんな形ですね。でこれを計算して、640という形になります。で、640がこのですね、クールノーの場合のいわゆる、利潤ということになります。ここで比較をしてみますね。競合の場合が、こちらが競合の場合です。競合の場合が720で、クールノーの場合が、640という、こういった形で出ました。ですからこの差し引きで結局、80が競合の場合が大きいってことになりますよね。
でここで80ってちょっとチェックしちゃいそうなんだけど、これよく見ると2社分なんですよね。 2社合わせて2社の合計が80大きいということなので、で問題文を見ていくと、ここで80ってちょっとチェックしちゃいそうで危ないですよね。問題文を見るとそれぞれ半分ずつに分けて、半分ずつに分けるので何個ずつ大きくなるのかっていう、ずつってこういうふうに入ってるじゃないですか、回答に。つまり2社合わせて80ということは、1社あたり、40の利益が大きくなるということになっています。ですから、そのことを考えると1が正解ということになります。ちょっと長くなりましたけども、頑張ってください。